こんにちは、コスケです。今日はこれからワークマンの春夏物の新製品の展示会とキャンプグッズ、アウトドアグッズの展示会があります。早速行ってみましょう。さあ、キャンプギア春夏新製品の発表会がここで行われます。今春夏もののカタログもらったんですが、今年のカタログめちゃくちゃ分厚いですねもう本見たくなってます。じゃあまずはキャンプエリアに移動するみたいです。こっちがソロキャンプ向けの道具を揃えたエリアみたいですね。でこっちがファミリーキャンプ向けのエリアということで、大きなテントが張ってあります。お、テントとウェアは同じ防虫加工です。すごいね、テントにも防虫加工されてるんですね。わあ、中も結構広いね。家族3人で寝ることができそうです。僕の場合車中泊がメインなので、まあ、こういうタープの方が使いやすいかもしれませんね。で寝るときは車中泊でという感じがいいかもしれません。あ、このテーブルはあれですね、前に鎌倉の中で使ったテーブルですよね。車中泊キャンプだと椅子もこんなので十分かもしれませんね。あ、すごい、これ新製品じゃないですか。フレームテックの新製品ですよね。ベストとパーカーとパンツもありますね。しかもパーカーは防油加工と防水加工なんですね。すごいね。雨も防いで火の粉にも強いと。しかも価格は3900円なので、まあ、ちょっと蒸れそうではありますが水と火に強いパーカーも今年発売されるみたいでございます。車中泊キャンプだとこのバイク向けのテントの方が、ツーリング向けのテントの方が向いてるかもしれませんね。革手袋とかも結構豊富にラインナップされてますね。これキャンプに限らず作業の時とかも使えるので結構便利だったりします。防油加工がされているテントもあるみたいなので、焚き火しながらキャンプという時にもいいんじゃないかと思います。あ、すごい、ブラックアルミのシュラフがありますね。結構安いですが、蒸れないのかがね蒸れないのかがちょっと心配ですけどね。で、車中泊キャンプの時に結構使ってみたいのがこれでございます。大きな道具は必要ないんですが、ちょっと小さな道具で焚き火とかバーベキューはやってみたいので、ちょっとこれは使ってみたいですね。カッターもついてるんだね。なんか一つ焚き火台欲しいんですが、何がいいですかね。コンパクトで車中泊でも持っていきやすいのがいいですよね。あ、こういう焚き火台はアマゾンでも売ってますよね。
これでバーベキューもいいですね。値段も1500円ですし、買ってみようかな。ワークマングッズがずらっと並んでおります。まあ、先日ちょっとうちの方で、はい、まあ、ビジネスユース向けのキャリーバッグ出させていただきまして、 まあ、それのアウトドアバージョンという形で出させていただいているんですけども、はい、まあ、これ見た感じもうキャリーバッグになります。でこれ特徴のまず一つとして本体ですね、このレーザーの合皮の部分、これ全て今JB002 のブラックっていうので使っている防水の合皮生地になります。全てで全部全面コーティングファスナー。あ、ごめんなさい、 JB002 っていうのは、ですね、猫丸さんが監修していただいたバッグになるんですけど、隣に並んでるやつ、あ、そうです、あれのブラックが、はい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 、高撥水の防水合皮生地って使ってるんですけど、はい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 、それと同じ生地使ってまして、で外側は全てコーティングファスナー。これはもうざっくりバサッと全部入れられるようなオールインワンタイプになってまして、でサイドですね、こっちのサイドだけ小物入れられるようなファスナー式になってます。はい、という、まあ、形自体は一般的なボストンになるんですけども、まあ、特徴の一つとしてまずこの持ち手ですね、持ち手、はい、持ち手が通常皆さんお使いいただいているリングベルトと同じ仕組み使ってまして、はい、あ、まあ、当然皆さん身長違いますんで、好きなところでこれはもう調節していただけると、珍しい、はい、でこれ使わないときにはここのベルト通しのところに入れていただければ、まあ、収納もすっきりと。なるほど、すごい。でこれが通常のボストンバッグとしての使い方なんですけども、まだあるんですか？当然これだけ。でこれ背面ですね、背面この上下にファスナーありまして、はい、まず上側めくっていただきますと、出てきた、あ、なるほど、ショルダーストラップ、おでこれがラジットがついてますんで、これでめっちゃいいな、これいい感じに入れてもらうと、ちゃんとこのチェストベルトもついてますんで、あ、なるほど、持ち運ぶときにこれでショエルと。ただすごい、ただもう一つ、もう一つ、おいおいとこのまま背負ったんじゃタイヤ汚れちゃうよ、服が。ああ、なるほど、どうなってんねんっていうところで下のファスナー上げてもらいますと、おお、ビルカバーが出てきます。そういう方向にしたんですね。すごい、でサイドにスナップボタン、あ、スナップボタンはそっち用だったんですか？はい、そうなんですよ、スナップボタンで底部ですね、底部にもここにもスナップボタンついてますんで、ここで止めていただいて、全部止めていただくとタイヤで衣服を汚すことなくしょえる、あ、はい、便利ですね、というような形になります。ちなみにこれお値段はおいくらですか？はい、ありがとうございます。これはですね、なんと驚愕の7800円です。おお驚愕の、へえ、すごい。でビジュアル的にもアウトドアシーンとかにも映えるような、うん、ちょっとごつめの色合いもアスカラに抑えた作りしてますんで、はい、いろんなシーンでちょっと使っていただけるかな。特にキャンプ場とかっての車乗り入れ以外は途中からだいたい砂利道とか芝になるパターンがすごく多いと思うので、はい、その時にそこまで引っ張っていってそこからしょえますよっていうところで、ちょっとこういった形で今回提案させていただきました。この見た目でしかも防水ですもんね、はい、防水じゃない、うん、防水生地ですね、はい、ですね、一応縫い目があるんで、はいはいはい、あれなんですけど、あ、なるほど、はい、雨くらいなら多少なら大丈夫っていう感じですかね、はい、ボストンキャリーバッグっていう名前だったんです。これはね、ちょっとキャリーバッグ、今犯罪発売するところと違うところはちょっと間違いない、はいはい、メモしてるんですけ ど実際と違うところはこのファスナーのここの部分が今こうボツボツへこんでるんですけど、これが本来フラットな、はいはい、形になるんで、このファスナー周りですね、はい、珍しくシンプルな名前です。はい、ボストンキャリーバッグ、ワークマン感は全然ないですね、はい、うん、ないですありがとうございます、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。全然いけますよね、全然いけます、機材運んでるかもなっていう感じ。そうですよね今このキャリーボストンバッグですか、背負ってみたんですけどめちゃくちゃ背負い心地も良くて、
でこの底の部分がキャリーバッグなのでかなりしっかりしてるんですよね。なので背負った時もすごくこうしっかりしてて使いやすかったですね。今年はいろんな保冷ボトルが準備されているみたいですね。ちょっと上の部分の作りも変わってますよね。これが多分今までのタイプだと思いますが、今までのに比べてかなり使いやすくなってますね。なんとこのアルミローポット5800円ですね。これ結構寝心地いいんですよね。で足はつけられないので高さはこれ1段階になってます。これ実は車中泊キャンプでも結構使いやすいですよね。いや今年は本当ワークマンのキャンプグッズめちゃくちゃいろいろ発売されて、ワークマンだけでキャンプができそうな感じがします。これもうちで使いましたが耐熱なので、まあ、多分調理とかもテーブルの上でできるんでしょうね。これだけいろいろ揃うんならワークマングッズでキャンプしてみたいなという感じがいたします。それじゃあこの後は春夏もののウェアの発表会があるのでそれも見に行きたいと思います。なるほど。この透明のフィルムのようなチップを使って、まあ、いて、まあ、通気性だったり、入った時のそのデザイン感ですかね、っていうのも向上してて、まあ、透け感っていうんですか、した時の。これは通気性が高いんですか？そうですね、通気性が高いような生地になっているので、通常のそのままこう貼ってある生地に比べれば、はい、通気性もだいぶ向上してます。あ、そうなんだ、はい。これも防水なんですね。濡れにくい。こちらの部分からここまでが防水。あ、じゃあ結構5、6センチぐらいは防水なんですね。はい、そうですね。まあ全体としてまあ4センチ防水という形で歌ってはおるんですけど、はい、でこの部分の雨の部分を立った時に弾くような格好になっているので、はい、通常の時に、まあ、雨降った時よっていうよりかは、まあ、ここまで生地なんで雨上がりとか、はい、そういうところで言うと。水たまりの方で跳ねたところもこう大丈夫だよっていう形で基本として押せるアイテムになっているので。なるほど。で今真珠の方でやってもらってます。あ、すごい。ここに水が弾いてますよ。ここは完全に防水なんですよね。真珠の方を加工しておるので、これで濡れないスニーカーはいいですね。便利ですね。まあ、本当ちょうど水が、まあ、水たまりの方にピシャッと入ったって言っても汚れないように水も染み込んで。なるほど。あ、本当だ。濡れてはない。濡れてないですね。はい、ここにここ。あ、なるほど。この部分ですね。この部分にこうしまってもらえれば、うん、まあランニングの時に邪魔になる。これが邪魔にならないということですね。収納できる。あ、ここにしまうところがあるんだ。今回はそんなに春夏物のウェアは多くないですね。今回キャンプメインという感じみたいです。あ、リペアテックシリーズもかなりたくさん出てますね。リペアテックを使った
ウィンドコア、あのファン付きの、ファン付きのベストもありますね。あの今までのよりもすごい着やすそうな、着やすそうな素材感ですね。キャンプはもちろんですが、山奥の展望台に行くときに使えそうなメッシュのパーカーみたいのがありますね。風通しもいいし、羽織るだけで虫対策ができるということで、ちょっとこれは使ってみたいなという気がいたします。直履き可能なイナレムでございます。イナレムの新製品も出てますね。なんと糖質度29,000で、かなり軽量みたいです。耐水圧が若干落ちた代わりに糖質度を上げているという感じなんでしょうね。触り心地は今までのイナレムよりも若干シャカシャカした感じになってますが、かなり軽そうです。 3L のサイズで、はい、本当は 250g 以下、あ、250g ってなってるんですけど、本当は 240g、はい、3L で240ぐらい、だいたいそのくらいですね。軽いですね。めちゃめちゃ軽いです。私軽いの、そうですよね。この L サイズを乗せると、はい、やっぱ全然300。おお、すごい軽さが違う。今までで一番軽いレインウェアですね。これもちょっとビニール感は中にはあるんですけど、はいはい、こっちの生地はめちゃめちゃ軽い生地。なるほど。で、上についてるものに関しては、あの糖質度って言われるものなんですけど、はい、こちらに書いてあるから、はい、29,000。これ上がイナレムってことですか？あのイナレムなんですけど、イナレム の、はい、あの生地をもうちょっと良くしたバージョンっていうイメージではあるんですけど、で下はあの軽量で、はい、まあ、耐水圧が1万もので、糖質度が1万5000。なるほど。のものになってます。こっち本当に軽さを求めた、関係上どうしてもちょっと、あ、なるほど、はい、下の部分がちょっと性能は落ちるけど、はい、かなり軽いっていうことですね。この全体的に軽さを、あの持たせるために、なるほど、若干ちょっと変えてるような感じ。性能でいうと今までのイナレムの方がリンウェアとしての性能は高いけど、はい、こっちは本当軽さでバッと切れるっていうのがすごくいいってことですね。そうですね、強みではあるので。あ、なるほど。でなおかつその湿気っていうのは結構上に溜まりやすいので、上の生地だけを、あの糖質が高い。あ、なるほど。で価格を2900円に抑えるっていうところで、ちょっとそういったところもなるほどやりながら、切り返しもうまいこと使ってやっていってる商品になります。やっぱりイナレムのこの糖質度めちゃくちゃ高い部分は高いんですか、価格的に、はい、全体に使うとこの価格にはなんないってことですね。なるほど。商品全然合わない。なるほど。これでも結構限界なところまでチャレンジさせてもらって、ちょうど胸から上が全部超高糖質のタイプですよね。なるほど。さあ、それでは今回はもう帰りましょうか。この後メディアの方がたくさん取材に来るみたいなので、その前に帰ろうと思います。ウェアはあまりたくさんありませんでしたが、キャンプグッズは結構あったので、ゆっくり見ることができましたね。それではまた次回をお楽しみに。